皆さんようこそ、東方ゆっくりスクールへ、研究部部長のゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。今回は東方プロジェクト人気投票ランキングライバル部門の結果を解説していきますよ。おお、ライバル同士の面白いカップリングが見れちゃうのか。二人はなぜライバルなのか、一体どういう関係性なのか解説していくのでお楽しみに。そもそも東方プロジェクトの人気投票って何なの？っていう方はこっちを先に見ておくといいぜ。もし面白そうだと思ったらこの研究部に入部してくれよな。ではでは早速授業開始です。それではまずはじめに紹介するライバル部門第10位は八坂かな子&森康和子です。まず八坂かな子は守谷神社に祀られている祭神の一柱、妖怪の山にある守谷神社で巫女のコチヤサナエともう一柱の神森康和子と一緒に暮らしています。威厳のある容姿や圧のある赤の服を着ていて強力な力を持っていますが、性格は意外とフランクで堅苦しい雰囲気をあまり好みません。口調も普段は柔らかいのでかなり親しみやすい神様なんだけど、これは友達感覚の方が信仰が集まりやすいからだそうだぜ。そして諏訪湖は守谷神社に祀られる正式な神様で、見た目と違ってミシャグジ様というたたり神を束ねるほどの力を持つ凄すぎる神。神社では主神であると同時に基本的に守谷神社の信仰獲得計画の企画立案を担当していて、計画実行はパートナーである八坂かな子に任せているようだぜ。そしてこの二人は東方プロジェクトのライバル関係の代表選手と言ってもいいペアだよな。まずなぜライバル関係になったのかというと、それは彼女たちが幻想郷に来る前の話。現在は仲良く暮らしていますが、かな子はかつて諏訪湖の国を侵略した過去があり、もともとは敵対関係だったのです。ミシャグジ様を統括していた諏訪湖様、そこに現れたのは地の神の対となる天の神の八坂かな子。そして侵略戦争を仕掛けられ、戦争での敗北を確信した諏訪湖はかな子に国を明け渡すことになったのですね。これには元ネタがあって、諏訪地方の言い伝えでは賢美な方は諏訪の外から来た神で土着の守谷神をこうして諏訪の祭神になったと伝えられているんだぜ。このような経緯はあるものの、利害が一致しているため本当はとても仲がいい。諏訪湖様本人から感謝していると言っているよね。そんな二人は実は一妻の可能性があるのです。かな子の元ネタは妻神である八坂刀梅神と言われています。しかもこんなにも可愛らしい諏訪湖も一妻の可能性が高い。諏訪湖はコチヤサナエは守谷諏訪湖の遠い子孫であるという公式的に設定があるんですよ。実際の元ネタでは二人の子を持つとされていますよ。そのことからもしかしたら子を産んだ妻かもしれないって言われているんだよね。それで諏訪湖のモデルとなったミシャクジ様というのは儀式に共通するのが人見悟空や人柱と呼ばれるものに選ばれるのが、なんと少年。このような元ネタから結構少年が好きな神様なのかもです。そしてかな子もミシャグジの性質を持ち、仲がいいのは同じフェチだからかもです。まさかの初他の取り合いライバル関係だった。それにしても今回の人気投票でかな子様はにっこりじゃん。そうなんですよ。八坂かな子というとあの名曲揃いで人気の高い風神録の6面ボスだったり、ほぼ全ての書籍作品に登場していたり、漫画作品の表紙を飾ったり、2021から2年に東方強欲異文で活躍したのにもかかわらず、前回より順位が下がってしまうという衝撃の事態が、しかも79位とかなり下位という悲しい結果を生んでしまったんだよな。通常なら同じく守谷一家揃って25位以内、100歩譲って同じくお姉さんキャラの玉蓮やエイリンと同じく40位台は硬いところですが、なぜか79位という低さ。多分異変の関係のつながりが多いからだと思われますが、逆にあれがあってこそ幻想郷内がいろいろな意味でチェンジすることになったという意味では大変意義が大きい神様だと思いますよ。かな子がいてこそ東方プロジェクトの新たな教会へと成り立っていると言っても過言ではないしな。なので今回の人気投票で少しでも知名度と魅力が広まってくれれば嬉しいところですね。さてさて、ライバル部門第9位は小明治小石と旗の心ペア。彼女たちはちょっと切ないライバル関係だよね。そうなんですよ。この二人のライバル関係は東方蜃気楼でのこと。東方蜃気楼は旗の心が希望の面を失うことにより起きた異変であり、その希望の面は実は小明治小石が拾っていました。このことにより本来感情がないはずの小石は希望の感情を得ることができたのです。何もない小石に希望が生まれ、他人から見られることに嬉しさを感じたり、他人から見えたり話しかけられたりすることが多くなったんだ。そして本来の持ち主の心が小石を見つけて争うというのが彼女たちのライバル関係。また二人はお互いに感情が不完全なことからも似た者同士なところがあるんだよね。また東方神秘録の勝利後のセリフ後にて、二人がどちらが綺麗なのか言い争うところも見れることからも彼女たちがライバル関係として発展しましたね。だから二人はライバル関係になったんだ。共通性も多く互換性もある二人は二次創作では特に人気のある関係性であり、それが繋がって9位という高順位になったのでしょう。二人とも純粋で若干幼さがあって可愛らしいよね。なので見ていて癒されるライバル関係としては一番と言ってもいいかもしれませんね。ということでライバル部門第8位は霧雨マリサとアリスマーガトロイドです。
メイカップリングだけにこの順位は納得だぜ。マリサとアリスは言わずと知れた魔法使い同士。そして、東方プロジェクトの旧作から同じく活躍しているキャラですね。二人の関係としては、ヨーヨームとエイヤショーのテキストでは仲が良くないとされています。エイヤショーではマリサはレイムとは組みたくないから、アリスは報酬を約束して仕方なくマリサと組んだようだしな。しかし、実際はエンディングではたびたびマリサの隣にアリスがいることが多いことから実は仲がいいのでは？となり始めた頃、キレイデンでは近所の英称チーム再結成、かなりコミカルな会話が見られることからも仲良く見えます。多分原作マリサとパチュリーとの関係性もそうだけど、仲は良くないが魔法使い同士で話が合うっていうのが正解だろうな。こういったことから二次創作では、ボーイッシュなマリサにアリスがツンデレしちゃうというのが鉄板となったことからライバル関係として、このランキングで上位になった可能性が高いですね。あと私的に驚きだったのがマリサとパチュリーペアが16位だったことです。図書館でのやり取りがあるからアリスよりもライバル関係的にはしっくりくるけど、意外と違ったんだ。これが東方プロジェクト人気投票の面白いところですよ。それにしても不倫されたパチュリーがかわいそうです。パチュリーは大切なものを盗まれました。ということで、ライバル部門第7位は吉祥屋 K と黒駒崎ペアです。おお、目新しいキャラがこの順位に入るのってすごいじゃないか。そうなんですよ。やはり子さんキャラは人気投票で強いんですが、2019年キャラがこの順位に入ったのは嬉しいところですね。この二人はヤクザの組長同士、もともと畜生会というところで、派閥争いがあったんだが、ハニ優しいケーキ様の登場で同盟を組むことになったんだよな。ハニ優しいケーキ様じゃなくてハニ優しいケーキね。その通りで、吉祥屋 K 率いる。秘訣組はインテリア系ヤクザであり、黒駒先の経営組は力こそ正義という対立関係にもありますよ。そのことと、同じ時期に登場した組長同士なため二次創作では彼女たちの関係について書かれることがあり、それがこの順位に繋がったんだろうな。ちなみに現在出ている四大組織のもう一人に東鉄ユーマがいますよ。東鉄ユーマはアップで前にフランドールと最終決戦を行ったので、ライバル関係として非常にいい関係性ですが、さすがにまだ知名度が低いのでなかったですね。でもまたこの二人はこれからまた出会うことになりそうな気がするから、その時は楽しみだぜ。そして順位の高さの理由はこちらもマリサとアリス理論と同じように、二次創作にて、先がボーイッシュとなりアチエがツンデレになるという二次創作が定番でそこから人気につながったのでしょう。やっぱり、片方のツンデレユリ展開は神だもんな。間違いありませんねー。また別途での争いも激アツ。実際それが高順位につながった可能性がでかい。さてさてライバル部門第6位は、レミリア・スカーレットとフランドール・スカーレットペアです。これは完全に二次創作由来だね。まずレミリア・スカーレットは、コウマ館の主である吸血鬼でコウマ教時点で500歳。めちゃくちゃ若いじゃん。彼女はコウマ教の異変であるコウム異変の師範であるほか、スペルカードルール制定のきっかけとなった吸血鬼異変の首謀者であると外来異変にて明言されていました。そしてレミリアには5歳下の妹にフランドールがいますね。フランちゃんとレミリアお姉ちゃんの関係性はどんな感じなの？原作でのセリフを見るとフランドールはレミリアをお姉様と呼び慕っています。またフランは霊夢にレミリアの名前を間違われた時には、ムキになって訂正していることからも慕っていることがわかります。ただし裏ではあいつとも言っているんだが、これも親しい間柄からこそだと思われるぜ。さらに書籍のグリモワール・オブ・ウサミでは、二人で弾幕を使った花火大会に参加していました。さらにこの花火大会に参加していたことに昨夜が驚いていたことから、二人はメイド長にも内緒で参加していたらしいですね。しかしマリサからはあの姉妹、そんなに仲が良かったのか？と言っていて、仲の良さは周りからはわからないようにしているようです。このように彼女たちは原作設定では非常に仲がいい可能性が高い。そもそも争ったシーンなんて一切ないもんな。文化庁で多少ピリッとしたシーンもありましたが、仲が悪いなんてことは一切なかったですね。東方奇麗記伝ではフランが本命輪の喉元をつかむという衝撃のシーンがありましたが、レミリアはフランのことを一切疑っていませんでした。なので、この二人がライバル関係としてこの順位に入った理由は二次創作。多分、東方 MMD とかゆっくり実況とかで争うシーンがあるからそこから来た可能性が高いでしょう。姉のレミリアがフランに負けちゃうとかめちゃくちゃ面白いもんな。そうなんですよ。幼女の吸血鬼姉妹という二人が、兄弟喧嘩なんてすっごく面白いですもんね。しかし単純に、ライバル部門とか関係なしに魅力的だから入れられた可能性もあります。あってそうだからよな。それではライバル部門第5位は、白霊霊夢とコチヤサナエペアです。脇巫女 VS 父巫女。どんなキャッチコピーだよ。彼女たちは同じく巫女同士、霊夢は白霊神社の巫女で、サナエは守谷神社の巫女という同業者のライバルです。東方外来異変にて東方風神6全ステージのクロスレビューがあるのですが、霊夢がごめんのコチヤサナエについて、幻想郷に白霊じゃない巫女なんていらないわ、と言っていて、霊夢がライバル視している様子がありますね。サナエはサナエで、風神6の時に霊夢に対して、覚悟ができて巫女をしているの？と言っていることから、意識していた感じがわかるな。そもそも制作者ズン氏が言うに、当時はコチヤサナエは霊夢のライバルキャラ
ャラとして作ったようですよ。確かにあまり語らない霊夢とは違ってよく喋るサナエはキャラクターとして対照的になっているよな。また霊夢は主に霊的な能力を持っていて、弾幕攻撃を行うことができますが、一方、サナエは主に自然現象を操る能力という違いも見られますよ。しかし漫画作品を見るとライバルではあるけど、仲は良さそうだよな。ええ、サナエは霊夢と出会って吹っ切れた部分もあるから尊敬しているところもあるのでしょう。霊夢も霊夢で珍しく同い年ぐらいの人間と絡むことができて嬉しいはず。二人は同業者らしく良きライバルって感じだよ。ぜひとも今後もいい同業者ライバルであってほしいですね。それではライバル部門第4位は、ひじりべくれん&とよさと耳の巫女ペアです。これは言わずと知れた宗教ライバルだよな。そう、ひじりべくれんは妙蓮寺で仏教を説いていて、人間、妖怪問わずにたくさんの信仰を得ていますよ。それに対して、心霊病を構えるとよさと耳の巫女は神道を説いていて、彼女もまた人間、妖怪問わずに信仰を得ているようです。ちなみに仏教は大体わかると思うんだけど、神道は不老不死になって楽しく長生きしようという感じの宗教だぜ。なので、心霊病組は全員不老不死となっていますね。とじこはいろいろあって亡霊の位置づけだけどな。特に二人に加えてかなこと新勢力同士の対談があった部門くじにおいては二人の仲が悪そうに言い合うところもあり、下手すれば、チルノくんも吹っ飛ばされるところでした。嫌仲間が喜んでいるじゃねえか。冗談はさておき、欲のあり方や仏教観など見解が違いすぎることでなければ、話が合うことがままあることもありました。それにしてもこの対談あまりにも豪華すぎて今でも見に行くよ。しかもマリサが司会者で、時々言い争いのためマリサがストップをかけていましたね。ただし、新紀郎からは特に相手の宗教を認め合いつつ協力もするようになっていました。また豊里耳の巫女の元の聖徳太子は物のべの森や討伐のための必勝祈願を行った土地を市議さんと名付けていて、またひじりべくれんが初めて登場した東方精錬戦は、市議さん演技絵巻をベースにしていますね。こういった点でもつながりのある二人となっていますよ。元ネタからも因縁のある二人というわけだな。またこの二人のライバル関係というと、やはりバットサイズ。絶対言うと思った。ボーイッシュでイケメンな巫女はかなりスレンダー。それに対して、母性感抜群のひじりべくれんはタワンタワンなバストサイズを持っています。二次創作ではライバル関係のことから、これを中心にいじられることもしばしばあるよね。逆にこれがうまく刺さってユリ展開の方も強いですよ。ただし巫女にはれっきとした妻がいるから不倫になるんだがな。まあまあこの時代の人たちは一夫多妻制なので大丈夫でしょう。巫女、六人目の妻を得る。続いてライバル部門第3位は、社名丸綾と姫街道旗手です。なるほど、カラス天狗の記者同士のライバルか。そう、姫街道旗手は、妖怪の山に住むカラス天狗で、社名丸綾と同じく新聞を発行しています。新聞の名前はカカシ年報。社名丸綾はブンブン丸新聞という名前で新聞を発行してるよね。デザインとしては綾は真面目で熱心な新聞部の部員のような感じで、旗手は軽い気持ちで入ったけど結構ハマった的なギャルっ子風キャラです。二人は天狗の新聞大会で発行部数を競い合うライバル関係。旗手は綾の新聞を最低の記事と評価していて、一方で綾は旗手の新聞を妄想新聞、弱小新聞と揶揄するなどといった、顔を合わせればきつい言葉の言い合いが繰り広げられていたりと、二人ともライバル視し合っていますよ。ただダブルスポイラーは綾の新聞のいいところを見つけるために出かけるという話で、綾の良さを称賛していることがわかるぜ。このことから同業者の良きライバルっていうことがわかりますよ。最近は旗手がついに漫画で再登場して絡みも見られたよね。二人は互いに言い合いながら高め合うライバル関係が最高です。しかし対抗意識はお互い高くてもどこかでお互いを尊重するところもあるのが魅力なことから、3位という超高順位に入ることができました。東方プロジェクト人気投票ランキングライバル部門2位は、蓬莱山かぐや&藤原の向こうペアです。彼らは実質一番東方プロジェクトでライバルらしいキャラたちだよね。まずかぐやは永遠帝に住んでいる元月人で蓬莱人。あの私たちが小中学生の時に知る竹取物語のかぐや姫本人なんだよな。本来ならばかぐや姫は月に帰っているのですが、実は地上に残りたいと思い、エイリンと月の使者を皆殺しして逃亡するというファンキーすぎる人生を歩んでいました。ファンキーというかかぐや姫ホラーすぎでしょ。かぐやもエイリンと同じく年齢が億単位は言っているようですね。億単位という数字のデカさでイメージがわかん。能力は永遠と主流を操る程度の能力という、霊夢も意味不明な能力というほどの難しい能力を持っています。向こうに恨まれてると言っても、性格は非常におおらかで話し上手。モブ稲葉や稲葉亭、霊仙といったペットたちが率先してかぐやの手伝いをしてくれるぐらい信頼されているよな。もともと向こうはとある貴族一説によると藤原の不人の娘だったのです。昔の向こうは今のような銀髪ではなく、黒髪だったんだぜ。彼女の父親は、自分より身分の低いかぐやに求婚。しかし難題をふっかけられ、それを達成できず恥をかかされてしまう。それを恨んだ向こうはかぐやに復讐しようとするが叶いませんでした。そこで向こうは、
かぐやが天皇に送った蓬莱の薬を処分するため、富士山に登っていた月の岩笠から蓬莱の薬を強奪、それを服用したため、彼女は蓬莱人となったのです。そして母校を象徴する、老いることも死ぬこともない程度の能力または死なない程度の能力を手に入れたってことだな。そう、こちらは蓬莱の薬の効果による不老不死の能力、怪我の治りも常人より早いのですが、痛覚や空腹などは常人と同様だそうですね。死なないこと以外は普通の人間ですが、千年以上という長い時間生きている過程で妖術を身につけていて、それを駆使して戦っていますよ。書籍の文化庁のやり取りを見る限りでは幻想郷に海があったことを知る綾よりも年上だということがわかるぜ。現在は竹林に迷い込んだ人間を守りつつ出口まで案内したり、急病人を永遠亭まで連れていくなどのボランティアを行っています。上白沢慶音は数少ない理解者の一人でもあり、二次創作ではかぐやと母校を取り合うなんてこともありますね。その後、妖怪退治をしながらいろいろな場所を放浪していたら、運命か宿命か、時と場所を超えて幻想郷で300年前にかぐやと再会したのです。それ以降、母校とかぐやは日夜殺し合いをしているってことね。しかし殺し合いといっても、殺し合いであり、本人はかぐやと殺し合いをする日々を充実したものだと思っているようですよ。母校を殺す方法という授業でも言ったけど、やっぱり何千年と生きると全てのことに対して充実感がなくなるもんな。そんな悲しい状況の中で唯一のスリルと喜びは、同じく不老不死のかぐやとの永遠に殺せない殺し合いなんでしょう。しかし小説版東方望月章にて、かぐやたちが月に帰ってしまうと勘違いした時には、永遠帝まで聞き耳を立てに行っていたりしていたりと、母校はそこまでも恨んでいない様子。ツンデレもコタンはやっぱり最高です。しかも現在めちゃくちゃ仲がいい、というかガチユリとも思えるようなほどの仲の良さが公式で語られました。本来ならば、かぐやはお姫様なので永遠帝の外に出てはいけないのですが、お忍びで抜け出しているのを母校は知っていたようです。むしろその手伝いをやっていたようです。いや殺し合いどろこかめちゃくちゃ仲いいやん。そう、なんとこの二人は殺し合いどころか、人里に連れ出すイケメン少女と、お姫様というハッピーエンドのおとぎ話みたいな関係になっていました。いつまでも永遠にお幸せになってください。ではでは、栄えある東方プロジェクト人気投票ランキングライバル部門1位は、霧雨マリサ&白霊霊夢ペアです。この二人は間違いなく堂々の1位だよ。まず前回の闇落ち霊夢の授業でも言ったように、マリサは霊夢のところに毎日行くほど仲がいいですよ。ゲームでは異変最中なので、一緒に行動することはないんだが、特に漫画では毎日一緒に行動していることが多いよね。準非公認で正式にゲスト出演している西方プロジェクトの収蔵玉では、マリサは霊夢がいないとつまんなくて死んでしまうほど霊夢とは仲がいいが、一方で才能だけで強い霊夢を妬むこともある、とされています。ちなみに収蔵玉でゲスト出演した時はすでに霊夢は黒髪の赤が貴重な巫女服となっていることから、旧作の白霊霊夢ではなくてウィンバンでの設定扱いであっていると思われるぜ。またマリサは霊夢の考えをほぼ理解していると言ってもいいぐらい霊夢のことをわかっているセリフがあるんですよ。それが東方高魔教でわかるのです。それがこちら。こういう気持ち、なんというか、あいつだったら気持ちいいわねとか言いそうだな。私は夜は嫌いだけどな、変なやつしかいないし、と言っているのですが、実際に霊夢は一言目に気持ちいいわねと言っていますね。今回のライバルランキング1位と言っても、思考を読めるぐらい高魔教時点でかなり仲がいいことがわかるな。そんな彼女はまたライバルでもあります。特に意識しているのはマリサでしょう。マリサは前回の授業でも言ったように、同じ境遇にある霊夢に認めてほしいっていうのが強く、異変では先に解決しようとしているのではと考えられるんだよね。異変の時は協力すれば早く解決するものの、二人は協力することはないです。そもそも気質は霊夢は晴れで、マリサは雨。東方思想展ではキャラの気質で天気が変わるんだが、霊夢は晴れでマリサは雨だったんだよな。このことから気質自体は魔楽、また彼女たちは陰陽ともかけられていて本来は魔楽の存在。マリサは努力家だけど、霊夢は天才型という違いもあるしな。しかし逆に二人は自分にはないもの同士惹かれ合っているという感じですね。また二次創作ではゆっくり見て争いやライバル的なものがあるので、そういったことからもこのランキングに繋がったのでしょう。東方プロジェクトの主人公はやはり誰もが認める一番であってくれてよかったよ。またどうしてライバル部門で彼らがトップ10に入れたのかよくわかったぜ。今回の授業でキャラクターの関係性の歴史が振り返れて面白かったですね。さて、以上が東方プロジェクト人気投票ランキングライバル部門まとめでした。視聴者さんの推しのライバルペアがいたらコメントで教えてくれよな。また闇落ち霊夢を救った人物キャラや東方グッズなんかも紹介しているので見ていってくださいね。それではここまで、ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。